聖武天皇の第一皇女井上内親王。幼くして神に仕えた少女はやがて朝廷での権力争いに巻き込まれていきます。母子ともども大和の国内郡現在の奈良県五條市に幽閉され、弘治6年775年4月27日母子同時に亡くなったそうです。白壁王との間に王子が誕生、皇后として重大な役割を果たした井上内親王、夫後任天皇やその姉浪速内親王を呪い殺そうと巫女に祈祷させているなどという噂により大罪に処され廃妃に、そして息子小部親王までもが解体師とされました。奈良時代末期、木製の人形を使い他人を呪い殺す呪術が一般的に行われていたと言われます。また呪術を行っていたとでっち上げられ、陥れられた人も多かったとも言われます。井上内親王は後任天皇との間に生まれた小部親王を天皇に即位させたいと思っていたでしょう。また2度の高齢出産をするなど寵愛を受けていた自分の愛する後任天皇を呪い殺す必要が果たしてあったのでしょうか。己の心に恥よ。これは井上内親王の遺言とされています。井上内親王は最後に遺言はあるかとの問いにそう言い残したと言い伝えられているそうです。遺言はあるか、言い残すことはあるかなどという言葉は処刑される人間に問う言葉です。つまりここから推測するに、井上内親王が誰かに陥れられたということを物語っているのではないでしょうか。諸説ありますが、当時朝廷の権力者だった藤原の桃川による毒殺という説が有力だそうです。井上内親王と小部親王が亡くなって4ヶ月後の弘治6年775年8月、伊勢現在の三重県と尾張現在の愛知県西部、そして箕面現在の岐阜県南部を暴風雨が襲い、伊勢の神宮にも大きな被害が出ました。そして井上内親王母子が他界してから、白壁王の天皇即位の功労者藤原の蔵島麿が亡くなり、翌年には都中に石や土塊などが落ちてくる、そんな状態が20日以上も続いたそうです。また宮中に妖怪が頻繁に出没することで総勢600名の僧侶に経を読ませ大祓いを行ったと言われています。冬には井戸がすべて枯れてしまったとも伝えられています。同じ年、藤原の義継が他界、後任天皇は井上内親王の怨霊によるものではないかとひどく怯えていたようです。鎌倉時代の歴史物語水鏡、水鏡の中には12月桃川の夢に鎧兜を着たる者100余りいたりて我を求むとたびたび見えき、また帝東宮の御夢にも
かように見えさせたまいて諸国の国分寺に金剛般若をよましめさせたまえりきとの記述があります。桃川とは藤原桃川のことで、井上内親王と長部親王を毒殺した黒幕とされる人物。100人以上の鎧兜を着た武者が現れるという悪夢を桃川だけではなく天皇も見ていたということから、井上内親王と長部親王を無実の罪で死にまで追いやったという後ろめたさを感じていたのではないでしょうか。後任天皇は井上内親王と長部親王の御霊を鎮魂する祈祷を行い、井上内親王の墳墓を御墓と名称を変え、そして墓守の神家を一棟建てたそうです。また長部親王の墓を御笹と名称を変え、天皇陵と同格とする御事の理を発令。その後後任天皇は73歳で山部親王、後の桓武天皇に上位。桓武天皇は井上内親王の御墓を御笹とし、皇后に追称。そのことからも桓武天皇も井上内親王の怨霊を恐れていたのかもしれません。桓武天皇は呪いを恐れ、平城京から長岡京へ遷都したとも言われています。